こんにちは、こたつと申します。今回は JR 北海道札沼線の終着駅新十津川駅にやってきました。画面上ではですね、すごい乗客の数なんですが、2020年5月7日付で北海道医療大学駅から新十津川駅の間が廃止になる関係でですね、その健常者として一時的に乗客が増えているものと思われます。はい、動画上では間もなくですね、新十津川駅に到着いたします。ちなみに現在新十津川にやってくる列車は1日1本だけ、石狩東武線を7時45分に出発し、新十津川を9時28分に到着するこの列車並みの運行となっております。はい、新十津川駅に到着しました。こちらはですね、 JR 北海道よく見られる配色のキハ40系、こちらに乗ってやってきました。新十津川に到着した後はしばらく停車し、再び石狩東武線行きとして折り返しに向かっていきます。始発の石狩東武線の時点で座席はほぼ埋まっておりましたね。ほとんどの方が結局新十津川までやってきたんですけれど、青春18切符発売期間ということもあったので、記念乗車の方がより多かったのかなと思われます。この日はあいにくの雨だったんですが、そんなことはお構いなしのにぎわいでした。ちなみに奈良県に十津川村という日本一大きい村があるんですけれど、新十津川は明治時代に十津川村の村民がですね、開拓を目的に移住してきたことから新十津川と名付けられたそうです。新十津川駅の駅舎はこじんまりとして可愛くてですね、木造の柱と、駅名が書かれた板がですね、結構いい味を出しています。新十津川駅の車止めが遠くに見えますね。実は1972年まで新十津川終着駅ではありませんでした。この先留萌本線の石狩沼田駅まで線路が伸びているんですね。なので新十津川駅は途中駅なんです。札沼線の札は札幌の札、庄は石狩沼田の沼、それで札沼線という名前になります。こちらは反対側、札幌方面の線路になります。現在は全ての列車がこちら側からやってきます。列車は折り返し、新十津川10時ちょうどだと石狩東別行きとなって出発いたします。私もこの列車に乗って新十津川駅を後にしました。1日1本しかやってこないので、これが最終列車というわけです。日本一最終列車が早い駅とも言われています。地元の人がお見送りをしてくれました。光東別と新十津川の間はですね、結構北海道らしい田園風景が広がっていて、綺麗な車窓が望めるんですね。廃止までもう1年は来てしまったんですが、まだまだ乗るチャンスはあると思いますので、北海道に行った際はぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。